冗談じゃない。いや、聞きたかった。聞こう。言ってる。リアルと、おたけと、ショート、ないこと、イフト、ゆうすけで、せーの、イエーイ。あの突然なんやけど、イレイスっていろんな歌声のメンバーがおっておもろいよ。突然やな。確かに、ね、突然ですよね。イレイスって6つの個性的な歌声が集まってるんで、レギュラーなボイスってことでイレギュラーボイスなんですよね。ボイス誰も似てないからね。そんなに皆さんに送られていく企画はこちらと思うじゃん。何何何お前似て俺のや超個性的な歌い手の国でも気上げしまくったら誰の声かわからないでて。本日ここにですね、イレイスメンバー皆さんに収録していただきました東京シャンディランデビューの音源があります。はいはいはい、で、これ原曲キー、つまりキーがプラスされてない状態でね収録してもらったんですけど、徐々にキーを上げていったらプラス何キーぐらいまで歌声を判定できるかというのをチャレンジしてもらいたいと思います。なるほど、なるほどですね。ぜひね、見てくれてるリスナーさんもチャレンジしてほしいんですけど、まずは一通り原曲キーでの歌声を流してみたいと思います。なるほど、はい、それじゃあリュウラの方から流してもらえますか。いきますかね。リュウラ丸巻き上がってんのもん。じゃあリュウラの歌声流していきましょう。いきます、どうぞ。冗談じゃねえねえわ、東京シャンデランデブー、その時の気だって乗り回らないぜ、曖昧な本当なんてメランコリーかするだけ、あたしをさらさらって今手込み、イエス。あーいい、はいはい、いい感じですね。まあリュウラーね、ちょっと今回ね誰が誰か分かんないようにできるだけ癖を抑えて歌ってくださいとお願いしてます。無印リュウラー、無印ウラー、はい、あそうです、ね、無印ウラー、なくなった陰キャっぽいんでね、名前使っても滑らない、犬くん行ってみたいと思います。滑った今、じゃあすいません、ホトケッチの音源お願いします。あ冗談じゃないないわ、東京シャンデランデブー、そのまま気が気になってどうにもならないぜ、曖昧な本当なんてメランコリーかするだけ、あたしをさかさらって今手込み、イエス。まあ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 、まあまあまあ、シャンデーランデブ、シャンデーって言った、え、シャンディって聞こえる、嘘にすんなよ、シャンディーが間違ってるんですけど、ちょっと喧嘩するね、ちょっと流していきたいと思います、お願いします、どうぞ。冗談じゃないないわ、東京シャンデーランデブー、その時が来たってどうにもならないぜ、いやこいつシャンデーって言ってる、ホトケシャンデーって言いすぎや、まあいいすぎやわけな、まあ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 、まあ、いいはいはいはい、まあやっぱショーはショーって分かりやすいな、分かりやすいですね、まあまあまあ、確かに。続きましてじゃあないこの流してください、お願いします、ダメ、どうぞ。冗談じゃないないちゃうんやな、癖が強い、いやいや本家本家本家じゃない、いや本家こんなだったって、いやないちゃうんだ、本家ってこんな感じ、ちょっと待て、やばか、ちょっと待て、本家ってこんな感じなの。あまあまあまあ、でもこれがどんだけ分かんなくなるか試せばいいじゃないですか。なるほどね、はい、次行きましょう、はい、出ちゃいました、はい、伊福くんお願いします、はい。冗談じゃない、いや、来たかった、いやいやこんな感じよ、ちょっと待てー、くせー、相手気色すぎる、さらって今テイクオンミー、かわいいんやけどな、いいね、あでも確かにちょっといつもより抑えてる感もある、うん、まあそうそう、みんな一応ね、えらい、確かに準備してますよ、えらい、じゃあ最後、お手本兄貴お願いします。うますぎて問題出る、冗談じゃないないわ、東京シャンディランデブー、その時が来たってどうにもなんないぜ、曖昧な本当なんてメランコリーかするだけ、素晴らしい、いいね、ゼロで歌ったよ、
涙出た。レアっすよこれは。まあ、てのが、何もしてない状態なんですけど、はいはい、まあ一回僕らまあキーヤゲ企画散々やってきてるんで、はい、一旦ちょっとプラス50ぐらいから行ってみようと思います。はい、いやいやいや、50じゃないです。まあ、分かる人なんだかんだね。無理でしょ。絶対みんな同じになるわ。まあでも癖あったからな。スキートみたいな。そんな特徴的なんでプラス50からよろしくお願いします。やば。これもしかして？いや誰やねん。声か？歌なんこれ。ってなってるやん。聞こう聞こう。言ってる。裏のチュン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 が気になる。わからんねー。まあわかるんじゃない？いやわかりそうやん。分かる。全然わかんないけど。誰？さすがに50はわかりづらくない？50でわかったらもうすごい気になる。誰やねん本当に。まあ今も一応リュウラの音源だった。俺？リュウちゃんなの？わかんねえ。わかんねえ。リュウラ要素のこもなんかぐらいわかるかなと思ったけどわかんないから。わかんねえだ。じゃあちょっとだいぶ低めからいくと。うん、やった。うん、はい。じゃあ順番にいくんで。うん。めっちゃ簡単なんですけど、うん、じゃあプラス3ぐらいから。おお。急に下がるじゃん。プラス3ならいけるやろ。わかるだろ。それじゃあキープラス3した音源流してきます。誰のか当ててください。どうぞ。はい。冗談じゃねえねえわ。東京シャンデラ。ああ、だがだが。分かった。ああ、分かったこれは。待って。分かんない。これ。分かる。分かるやまだ。分かった。これ分かるな。やめとこうね。え？せーのでよっかじゃ。はいよ。いきますよ。はい。せーの。リュウラ。え？ん？なんて？リュウラ。リュウラ丸ね。リュウラ丸。あ、リュウラ丸。はいはい。いいよ進めて。じゃあ満場一致でリュウラということで、答えは。うん。はい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 。回答リュウラでした。僕だけに最初分かんなかったけど癖で分かったちょっと分かりやすいな。分かるね。いけるいける。ちょっとね、まだまだ歌い方の癖が出てるかなと思います。3がでもギリな気がする。3で結構分かるよこれ以上は。これが分かりづらいね。じゃあ次行きましょう。次のレベル、はい、じゃあプラス5で。はいはい、あ、でもまだ、まあ、5ぐらいならまあいけるやろ。5ならまあ誤差な気がする。5だけに。いや5って結構なんてあれだよ。さあ行きましょう。プラス5の音源よろしくお願いします。どうぞ。わかった。あ、まあちょっと癖でわかるかもねこれ。あ、まあ癖やな。癖あるわ。いや、わかったわ。え、誰？え、わからんくない？癖？いや、癖っていうか誰？いや、待て、え、だけよ。待って、誰？いや、わからへんねんけど。はい、じゃあ誰か皆さん当ててくださいね。え、嘘？え、誰？一択じゃない？うん、多分、うん、一択だ気がするね。マロトリーラわかんない。二択ぐらい。いや、俺も二択だな。まあ行きますか、じゃあ。せーので名前お願いします。じゃあ、せーの。マロちゃん。やっぱマロちゃん多いか。マロって言った。誰って言った？ボビーフで。俺かなと思った。じゃあ、回答の音源流してください。マロの癖。お願いします。マロちゃんじゃないの？マロちゃんっぽい。ほら、マロでした。マロちゃんか。いや、なんかこれ判断するポイント1個あって、ランデランデブーのブーがボーに聞こえるの。なんでボーが入ってたら発音の癖あるかもね。発音がで、なんかナイちゃんっぽいなって思ったんだけど、1個になった。ちげえじゃねえかよ。じゃあみんな結構まだまだ分かるっぽいんで、ちょっと一気に上げてプラス10ぐらいいってみたいと思います。え、倍ってこと？相当上がってますね。さあ、それじゃあプラス10の音源流していきたいと思います。お願いします。お願いします。だいぶ高えぞ。あ、分かったかも。え、分かりやすいな。あ、でも分かるかな。これゴミのゴミの癖やん。これ分かるかな。まあ声に含まれる成分的にこいつかな。そうだよね。急に癖が出てきたわ。ちょっとこれ元音源が分かりやすすぎるんちゃうの。ゴミがすごい。そんなことないでしょ。急に出てきた。癖抜けよこいつ。泣いてるって。それじゃあ答え皆さんでせーのでお願いします。せーの。ジョージーだー。もうみんな元気になってにくるやん。冗談じゃないないわ。
はい、yes. はい、てことで回答しんちゃんでした、まあ、これで半分出たからね。はい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 、あと誰残ってるの？リム、ないこう、ゆうすけの3人ですけど、はい、まあ、まだまだ判別つきそうなんで、じゃさらにプラス5上げて、うん、15! おー、やばいよ。行ってみたいと思います。それじゃあプラス15の音源よろしくお願いします。おやばい、もうやばい、あ、なんかいつもの感じやな。二択だな。あ、でも待って、いや、え、待って、え、待って、いや、待って、二択じゃないぞ。二択やな。え、これはどっちや。え、うわ、え、これは難しいと思うけど、ちょっと当てます。当てよ、これは。当てる気がしますか、はいはいはい、これ結構むずい。いや、でも最初、うん、うん、そう、じゃあ行きますか。せーので名前言ってください。せーの、仏派。はい、仏派。お、バラついたな今。おっと、仏派。ナイコ、誰？僕、兄貴って言った。ナイちゃん、ナイコ、仏って言った。ナイコ、仏派。3人割れてる。割れてんな。若干ピッチフラットしてたから仏かなって。これは絶対にない。お前だけだ、お前。結構難しいと思います。じゃあ回答お願いします。うそ、はい、お兄ちゃんやばかった。ということで回答は兄貴です。ほっとけ、すげえ、お前よく分かった。イエーイ、お前噛んだろ。違うじゃあだんだんみんな分かんなくなってきたと思うんですけど、まあ、さらにレベルアップしていきたいと思います。次はじゃあさらにプラス5してプラス20。はい、もう分からんで、ここからはもう、いや本当にね、もうミニとかっていう問題じゃないんですけど、まあまあ行ってみましょう。それじゃあプラス20の音源流してください。お願いします。もう分からんわ。あー、歌詞聞き取れない。いや、わかな、いや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 、わかんねー。最後のがちゃんとあれかな、ヒントになったかな。シャンデーって言ってくれとったらほっとけやったんやけどな。おもろ。そんな強かったデー要素、うん、発音もわからんて。いや、わからへんねん、それが。むずいな。しかわかんなかったな。いや、わかんない。本当にわかんない。これはマジで、俺決めた。俺も決めた。じゃあ、せーのでいきますか。はい、はい、じゃあ、いきます。はい、答えと思う人の名前お願いします。せーの、はい、イムコ、イムコ、イムコ、もいい、イムコじゃね、全員イムコ。答え合わせいってみましょうか。来た、はい、おーしゃー。じゃあ全員正解です。じゃあ最後なんですけど、はい、まあ20も全員正解したってことで、一気に上げてプラス30。あ、はい、プラス30いってみたいと思います。それじゃあ音源お願いします。え、はい、はい、いや、これでも確定でしたよ。もう残り、うん、もう一人わかるやん、うん、うん、あ、ほんまや、うん、頑張ってくださいね、じゃあ皆さん、うん、ほんなんわからんけど、うん、わからんけどわかるやん。はいはいはい、うん、ね、このいや、まあ、はい、まあまあ、はい、まあ聞かなくてもわかるよ、まあ、こうなるんだね。まあなんとか、うん、いやいや、ちゃんと聞いてや。いや、これはでも、いやでも、だってナイコや、ナイコしかおらんや、知らんけど、わからん、ほぼ聞いてなかった。そんなわからんよ、そんな別に。いやいや、言ったね、ちょっともうみんな出とるからね。あ、そういうこと、うん、他メンバー、ダンちゃんね、他メンバーって誰やねん、だから。じゃあ、せーのでいきますか、うん、じゃあ名前いいよ、うん、せーの、ナイコ、ナイコ、全員でナイコ、うん、え、ナイちゃんは全員でナイコ、確かに。まあ、ナイコは一回答え流してみますか。え、どうしたかな。え、よろしくお願いします。何くんじゃん、ね、だけど意味わかんない。何、ナイコやって、ナイコやろ、どういうこと。あ、消防団じゃないな、誰誰誰誰誰誰、おいおいおい、最初と違うやつや。誰だ、まあ、ちゃんと歌えてるの。ちゃんと歌ってる。答えはですね、あのチームのあのスタッフの A さんでした。いやいやいや、わからんやろ。誰やろ。出てきた。
無理だろそんなスタッフ歌うまいな結構よかった歌うめぇめちゃめちゃ30しても40しても分かるように皆さん耳鍛えてくださいなんてことしてくれんねんうぜぇマジでそうなんやなるほどねリスナーのみんなはどこまで分かったかよかったらコメントして教えてください教えてください真面目に真面目にお前らもやってください最後まで分かった人は嘘やばいなそれは嘘つきやから嘘つき全員のコメントに嘘って書きに絶対分かんねえから分からんかった